富士山の火山防災対策。富士山の火山防災対策は将来予想される富士山の噴火に際してその被害を最小限に抑え、迅速適切な復旧作業を行うよう国が主導して行っている調査、対策、検討などの活動。富士山は約300年の間噴火していなかったため、桜島や十勝だけなどの活発な火山と比較すると災害対策は 進んでいなかった。2000年以前は富士山の火山活動については東京大学や気象庁などが独自に研究調査を行っている状態であった。しかしこの年に富士山の地下で頻発した低周波地震をきっかけに富士山の噴火が県に検討されるようになり2001年7月11日に内閣府の防災担当が主導する。 富士山火山防災協議会が発足した。富士山が噴火した場合、その影響範囲が広域にわたるため、火山の災害対策としては、今までになかった広範囲の災害対策の検討が始まった。一般的に災害対策は、災害の内容をできるだけ正しく詳細に予測し、その災害による被害を最小限に抑えるよう検討を行い、 その地域の住民や観光客などに正しく周知させることが必要である。また、関係機関においては想定される災害に対する避難訓練や災害対策訓練を行って万が一に備えると同時に訓練を通じて災害対策の不備を確認し、改善を行うことが重要である。他の火山で行われている対策について解説する。 大規模な火山の噴火の前には、火山性備動、群発地震、地形の変化などの前兆現象がある。2000年に発生した、薄山と三宅島の噴火では、観測された、群発地震の分析によって噴火が近いことを予期、事前に住民を避難させて、噴火による人的被害をゼロにできた。十勝岳は1926年の噴火で、大量の融雪を伴った。 大規模な火山デー流を起こし、ふもとのカミフラ村を埋めて死者、行方不明者144人という大きな被害を出した。十勝岳はその後も小規模な噴火を繰り返しており、周辺の自治体では噴火によるデー流災害の予測が必要と判断した。被害を想定した地図、ハザードマップは、全国に先駆け1986年にカミフラ村、翌年に 美瑛町で作成された。都立だけでは噴火予知に必要な地震計の整備を行うと同時に噴火後の泥流の発生を知らせるワイヤーセンサーや振動センサーの設置を行い災害の早期把握に努めている。泥流の流路となる美瑛川や富良野川には多数の砂防ダムが設けられている。また、河口の北 6km にある白金温泉には緊急避難先である 火山砂防情報センターとの間に避難橋や避難階段が整備入れ万が一に備えている。災害対策の内容は災害発生時に通達していては間に合わない。そこで作成されたハザードマップは周辺住民に配布され説明会が行われる。また旅館やホテルなどの宿泊施設では緊急時の避難先などが宿泊客の目につきやすい場所に掲示され、 パンフレットとして配布されるなどが実施されている。富士山は地質学的には若いかつ火山であるが、1707年の放映台、噴火以来目立った火山活動を行っていない。そのため、富士山周辺地域の噴火に対する意識や災害対策は、上記の薄山や十勝だけに比べて低いレベルにあった。しかし2000年には、薄山と三宅島が相次いで噴火し、 2000年後半からは、富士山の直下で低周波地震の増加が観測されるなど、富士山の噴火についての議論が活発になってきた。富士山の特徴として、日本最大の火山であること、過去大きな規模の噴火を起こしていること、噴火の影響が首都圏に及ぶ可能性があることが挙げれる。十勝岳や宇都山では、地方自治体のレベルで災害対策が行われたが、 富士山の噴火の影響は複数の都県にまたがることが予想されるので国が主導する形で富士山火山防災協議会が2001年に達した。国の7組織4都県14市町村が参加している。地方自治体では富士山周辺のみならず東京都が参加しているのも富士山噴火の影響の大きさを示している。富士山火山防災協議会は 災害対策の総元締めとしての位置にあり、その活動内容は多岐にわたっている。代表的な仕事を下記に列記する。小規模な爆発、例えば2006年3月のメア間だけの噴火を除けば、火山の噴火は地震と異なり、明らかな前兆現象が確認されることが多い。最近では2000年の三宅島やウッサンの噴火に際し、 地震動などのデータから噴火を予知している。富士山の火山活動については2001年7月に文部科学省即地学分科会が当面の富士山の観測研究強化についてという指針を出した。その中で各種研究機関に観測、調査を指示して富士山の噴火を予知できるよう検討している。ハザードマップの検討では 過去3200年間の富士山の噴火活動を調査し、現在において、その噴火が起こった場合どのような影響が生じるか検討された。また、最近の富士山は山頂河口から噴火することは少なく、河口形成が予想される範囲も広域にわたっている。噴火のタイプも様々で、直近の宝永大噴火は火山バイトスコリアなどが主体で溶岩のではなかったが、 平安時代には大量の溶岩も噴出した上岸噴火が起こっている。溶岩流は河口から下に向けて流れるので、河口が形成された位置の麓側が避難の対象となる。富士山の溶岩流速度は時速数キロメートルとされており、避難は可能。歴史的には火砕流の記録はないが、一連の調査により過去発生していたことが判明した。 一般に火砕流の速度は時速1 0 0トルに達するが、富士山では発生範囲が山頂周辺の約1 0トルに限られており、噴火の事前予知ができれば避難は可能。放映台噴火規模の噴火が起こった場合、火山灰は神奈川県や東京都に降り積もる。大量の後灰は農産物を枯れ死させ、鉄道や道路が使えなくなり、健康を害し、 首都圏の機能を麻痺させる可能性がある。その他、融雪型火山泥流、噴石、土石流などの発生が想定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。